はい、レディース&ジェントルメン&倉田夏開封動画ってことで、まぁ、今回はこれこっちに置いておこう。よし、ということで、ね、15パック開封します。もうラストっすね、ラスト。ラス。まぁ、これでラスト。構築済みデッキを開封して終わります、最後。これが終わったらすぐに構築あげるんで。もう速攻で休み時間なしで撮ってますからね。ベルセルク。お、俺こいつ好きなんだね。ジョーカー。まあでも本気でやんだったらボックスに1枚しか入ってないの必ずあるんで、4ボックスは絶対買った方がいいかな。俺が本気でやるんだったらですけど、俺みたいに何度も買う人はいいんですけど、初日で4ボックスは買った方がいいと思う。マジでやるんだったら。まあ1万5000円ぐらいかかっちゃいますけどね。5000円じゃ買えないね、1万。お、デスルーラーカース。はじめのガチ。なんか焦りが出てきたか？ちょっと開封に乱れが。すまん。黒竜の盾。爪が長いから傷つくから今度から切ろう。デスグリップ。デスグリップいいと思うんですよね。まあゲージが払わなきゃいけないっていう点で嫌われがちですけど、結構嫌われるつ、あとドラゴニックデストロイトのコンボがね、今度からできたんで、そちらも結構面白いと思います。使ってみると。はい、聖杯来ましたね。あおー、これ絶対飛行カード。もうこれないと話にならん。レジェンドでこれないと多分今のところ話にならないと思う。もう竜王伝みたいな感じのカードなんで、絶対に入れた方がいい。まあ、竜王伝ほどさすがにチートじゃないけど。まあ、チートではないけど。そして、やつですね。はい。グレイブニル。この効果を使った、やつで、タダで確か出せるんだったかな、フィンギルが。どうしてもフィンギルって聞くと、クラウドを思い出す。FF のクラウドを。あ、蝶が効きました。これはなんだ？ちょっと枠だけじゃわからん。あー、マーリン！マーリンかよ。俺、エクスカリバー欲しかったのに。終わった。まあでも、あとガチレアが2枚ぐらい、あ、あと1枚しか来ないのか。ガチレアもう3、4枚ぐらい出てるんで。そうだね、あと1枚や。おー、クリュース、サウス、サウル。こいつ強いよね。マーリンは外れでしょ、どう見ても。外れってわけじゃないけど、超ガチだから。あれ、なんか光ってね、これ。え、なんか大魔法ラグナロクっていう究極レアが出ました。はい。究極レアが来ました、はい。おお、これ当たりじゃねえ、結構。旧レアなんで。ただ、今回の旧レア、レリーフ仕様ですね。はい。ラメが入ってる感じ。あんまり究極レアっぽくない、なんか。こう、ザラザラした感じです。多分動画じゃわかんないと思う。はい。まあ、嬉しいっちゃ嬉しいんだけど。いや、つうか、ガチレアの部類のやつだよね、これ。もう、これでレアなしですね。あと、ポイントに託すしかないです。もうでも、ポイント4ポイント出てるんで、今回3ボックスで。あ、これ絶対必行です。はい。これも結構いいかな。装備変更。まあ、なんでね、もう今回はもうなんか、あれ？何言おうとしてたんだっけ？そうそう。4ポイント出てるんで、もうポイント出ないと、あれ？なんかガチレアっぽい。これ当たり箱もしかして。ああ、あいつか。こいつ外れです。まあ、あと何パックか。まあ、本当はバディレア出したかったには出したかったんですけど、さすがに、ワンカートにワンボック、1枚、あれ？なんかポイント臭くね？これ。え、おい、待て。まさか。あれ？何これ？当たりライフ&カード。え、この当たり券をゲットした人は漏れなく PR カードとデスルーラープリ、
スクスト1枚特製ダークネスライフカウンター。え、マジで？やった。はい、ザ・ダークネスキャンペーンに当たりました。おい、今まで当たったことなかったよ俺。ノートは当たりまくったのに6枚ぐらい当たり券出したけど、初めて当たった。ライフカウンターとカードだって。もうこれで俺最後やわマジ。本当にもうレア多分出ないわ。もうポイントとかも多分出ないと思う。もう当たり券出ちゃうとポイント出ないってもう確定なんで。はい、ゴルゴン3姉妹メデューサ。こいつ一番強いのにさ、つが3姉妹で一番活躍してたのにアニメで、なんでさ、あの他の兄弟よりレアリティ低いのっていうね。そこまでレアじゃない、まさか。そこまでレアじゃない。もうあとワンパックしかない。ういー、ラスト。はい、もうこれでね、俺の戦いは終わりです。夏の戦いはこれでラストバック、ラストパックですね。どうせもうポイントは出ないし、ラスレアも出ないのはもう決まってんすけど、5枚出たんで。だけど開ける、開けなきゃ損だろ。あれ、なんかガチレア、嘘、なんで5枚しか出ないんじゃなかったっけ。お、ジャックナイフバーンエナジー。あれ、ってことはちょっと待って、1パック、いや1ボックス何枚出たんだっけ。あれ、こっちが、あ、そうか、ガチレア2枚しか出てなかったのか、前半。そうか、そうか、フィンギル、ジャックナイフ、マーリンですね。これがまあ3枚です。で、一番嬉しかったのは、こいつ、ジャックナイフで。はい、こんな感じの順番ですね。吹いて、ガーチョーガーキャブいって、ガチレアが、はい、クソカード。クソカードのガチレア1枚と、究極レアですね。これ嬉しかったですね。ラグナロク。はい、でシルフ。あ、今回結構量が多いですね。1、2、3、4、5、6枚も出ましたよガチレア。はい、1枚クソですけど、はい、究極レアが1枚で多くね。そしてジャックナイフバーンエナジーということでね、あと当たり券ですよ。まあ今回これで終わりたいと思います。で、全部の結果報告、さっき出したのはもう紹介戦でええな。はい、ということで、まあこいつはさっきのあれやけど、3PT と 1PT ですね。そしてジャックナイフ、フィンディル、マーリン、マーリン、エクスカリバー1枚しか出ませんでした、残念ながら。はい、もうあと1枚か2枚欲しかった、この段で。はい、そしてゴルゴン3姉妹、そしてシルフで1枚ですね。これもあと 2,3 枚欲しかった。あ、2、3枚つうか、まあ、この段でせめてあと1枚ね、3枚だから全部揃えたかったんですよ。で、こいつ必ず入るみたいですね、ジャックナイフバーサーカー、ワンボックスに。はい、クソカードです、これ。はい、そしてジャックナイフバーエナジー。こいつはゲージ2枚置けるっていう結構ね、卑劣なカードですね。そしてこれ筆行なんですよ、こいつ。まあ、そういえば2枚しか出てませんでした、こいつ。ゼラトロック。こいつ絶対レジェンドに入るんで、絶対集めてください。つうことですね、はい、朝を。あ、これ前紹介しました。ということで今回レアの紹介終わります。ご視聴ありがとうございました。次ストラクトルンでね、続けてご覧ください。